立原安図所像椿鎮山筆、立原安図所天保11年5月20日は、江戸時代中期から後期にかけての武士、南画家。三戸藩七代藩主、徳川春都氏、八代、藩主成信、九代藩主、成明の三代に仕える。本姓は平氏、意味名は任。字は、古縁、仁太郎の知人太郎とも。東県、多摩社、公安勝利。 安ン書と合した。安ン書の合は、生まれた、横竹隅の邸内に、安寿があり、そこから取ったとも言われる。安ンズ書室武道図店舗6年、資本木が丹西十分東京国立博物館、水戸横竹熊に、水戸藩の藩主であった、立原水賢の長男として生まれた。家系は、日立平氏大城氏の一門、鹿島氏の所流といい、鹿島生みきの子。 立原五郎九官を外する立原氏。祖父は、三戸藩商工官官子立原蘭恵。父は、三戸藩商工官総裁、立原水賢。長女は火山門下十明の一人に数えられる、漫画家、立原春佐次女は、成明の側室、李氏。三男に、幕末の志士、立原僕二郎。子孫には、 大正時代の詩人で建築家の立原道蔵がいる。幼い頃、林重工に画質を学ぶ。寛永八年、父の門下で、あゆがや神経図の名手であった、小泉明などに指示する。また、伊勢国弱商事の僧、月仙にも学び、追て技法による、山水画の樹木や、花鳥画の筆成が強く爽快な表現などに影響が見られる。今日は三年に、 父が隠居し家督を継いで、先手者頭、小髄頭などの職を務めた。文化9年、江戸小石川藩邸勤務となってからは、谷文朝に指示し、中国の現代から、秋ら、真の絵画を閲覧、場合によっては借り受けて、模写をしている。特に、樹平、陳南品の画風を学んだという。また、宮部雲近にも、画技を習い、その人となりに影響されたという。 その作品には金言にして高い品格を漂わせ、すっきりと垢抜けた画風が多い。渡辺火山、椿沈山、高雲やとも交流があり、火山が晩舎の極で捕獲された時には、椿山らと共に不自由な体を押して、救出に助力、助言をし、藩主、成明の圧戦を図ろうとしている。その他、業績としては、日本が多数、著書に、 水古で妊婦、金星書が年表、墨断表などがある。長女、春佐は、渡辺火山に入門し画家として、京春を振るった。次女、李氏は、成明の側室となって、吉祢川藩主吉祢川直氏を設けた。裁判年に活気を患い、天保11年、小石川の判定で死去。去年十六。墓は、文京区、向ヶ丘の改造寺と、 常住村六地蔵寺。ありがとうございます。